レオンは中央アメリカの国ニカラグアの都市。スペインの植民地時代に認可された法的な正式名はサンティアゴデロス・カバジェロス・デレオンだが、現在使われることは滅多にない。レオン県の県庁所在地で2005年時点の人口は約14万5千人である。地域と川沿いにあり、首都マナグアの北西約50マイル、太平洋岸の北約11マイルに位置している。 マナグアに比べて知名度の点で劣るが、1813年に設立された大学とともに、国の知的な中心地であり続け、また工業と商業の面でも重要な拠点となっている。ニカラグアにレオン氏が最初に建造されたのは1524年のことだった。この年にフランシスコイルナンデス・デコルドバが、現在の都市の20マイル東に建造したのである。 キューレオンから2マイルしか離れていない桃トンボが1610年に噴火し深刻な被害をもたらした。この後、住民たちはさらなる噴火によって人命や財産に再び甚大な被害が出るのを避けるため現在の場所に町を移転させることを決めたのである。サンペドロ大聖堂を新しい町はスティアバと名付けられたアメリカ先住民の町になった。一方、 放棄された旧レオン市街は1960年に発掘され、2000年にはユネスコの世界遺産に登録された。現在のレオンに残る街並みはスペインコロニアル様式の優れた霊障である。そこには1706年から1740年に建てられた聖母秘書天大聖堂も含まれる。この大聖堂には1746年から1779年に かけて、日本の党が加えられた。ニカラグアが1839年に中米連邦から脱退したとき、レオンはニカラグアの首都になった。それから数年の間、自由党の画像でリベラルなレオンと保守党の画像で保守主義のグラナダとの間で戦闘を繰り返したが、1858年に二つの町の中間点だったマナグアを高級的な首都とする妥協が成立した。 1950年には人口は3万1人を数えた。1956年9月21日にはニカラグア大統領アナスタシオソモサガルシアがこの町で撃たれ致命傷を負った。伝統伝説博物館は1979年のサンディニスタ革命までは悪名高い21番監獄として使われていた。町には政治的な壁画なども見られる。 すでに見たように、17世紀に捨てれてしまった、レオンの旧市街の遺跡が、レオンビエホ遺跡群の名で、ユネスコの世界遺産に登録されている。捨てれてしまったことで、かえって初期のスペインコロニアル様式を忍ばせる遺構が、保存された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。